皆さんこんにちは。こんにちは。本日は望む人生の実現を阻む3つの要因についてお伝えいたします。この動画を最後まで見ると望む人生の実現を阻む3つの要因とその対処法がわかります。はい、ではまず3つの要因の紹介からしていきます。まず1つ目がお金がない、2つ目が理解がない、3つ目が時間がないの、ないないないですね。ないない尽くしで。うん。で、これを一つずつ見ていきたいと思います。まず最初のお金がないですね。これよく聞きますよね。よく聞きます。なんかこれやりたいけれども、お金がないから諦めますとかって。残念だけれども。でも結構そういう人にこそ、うん、なんかいろんなところでいろんなお金使ってますよね。うんうんうん。確かにね。うん。うん、結構ね、使ってるんですよ。使ってるっていうか、お金あるんですよ、ね、お金があるけれども無意識に結構使っちゃってるんで、気づけば残ってないって感じですね、お金がないっていうより。だからいざね、いざ必要な時にまとまったお金がないっていうことになってしまう、うんうん、もったいないですよね。でもね、本当にね、本当にやりたいことだったら、ね、そういう無駄なところにお金使ってるっていうのがすごくもったいないので、まあ、ぜひね、お金の使い方の見直しっていうのからやっていただきたい、うん、あ、そうだからね、一番最初のポイントとしてはお金がないのではなくて、うん、残ってないだけなんです。そっか、うん、お金がないじゃなくてお金が残ってない。そうなので、うん、自分のお金の使い方を見直すっていうところで、まあ、あの過去の、ね、動画でもお伝えしました、お金の使い方のポイントは、うん、自分の価値観を満たすものから使っていく。で、価値観が低いところに使っているお金は、それはなくしてしまっても、うん、自分の、あの幸せ度って言いますか、うん、満足度、今の、あの人生充実してるなっていうの充実度っていうのは変わらないんですね、うん、実は。なので、そういうお金の使い方っていうのを見直すです。うん、そうですね、思ったほどなんか必要じゃなかったりしますよね、価値観がわかると。うんうん、そうそうそう、うん、それはあります。はい。はい。では、二つ目です。理解がない。理解がない、そうよく聞きます、これも、ね、あのパートナーに、ね、うん、許可をもらわないと、そうそうとか、いろいろ。これは何ですか、うん、これの理解がないっていうのも、うん、まあ、これまたね、あの切り口が価値観になるんですが、自分の価値観で判断してる、うん、全部を、うん、だから自分にとってはこれはするのは当たり前とか、うんうん、まあ、あの例えばパートナーがいたとして、うん、じゃあパートナーにとってはこれがするのは当たり前だけれども、うん、それって一人一人、ね、価値観違うんで、あなたにとっては当たり前だけれども私にとっては違う、うん、で なぜそれを理解してくれないのとかって思っても、うん、それってそもそもその、ね、あの価値を置いてることとか重要だと思ってるものっていうのが違うわけなんですよ、うんうん、なのでそこをもうね、これ解決策っていうのは求めないです。求めない理解を求めない、求めないね、うんうん、でもこれも本当にすごく重要で、うん、同じものを共用するとか、うん、もうシェアしようと思うんで、うん、あの思い通りに動かないっていうのがあるんですが、うん、自分は自分でこれに生きる、うん、でもし理解されなくても、うん、尊重してもらえるように、うんうんうん、まあ、お互いに尊重し合うんですけれども、だから理解をじゃなく尊重です、うん、っていう風に考え方を変えるとまた全然変わってくるはずです、うん、でお互いの価値観を尊重し合う、考え方を尊重し合うっていうことですね、うん、そうです、そうです、うん、で例えばね、最近不登校のね、あの学生さんが増えているっていうのを聞いてまして、うん、なんかそれもあの、ね、学校行くのが当たり前ってね、うん、思って、じゃあなんで学校行かないのとかってあっても、うん、じゃあ子供からしたらなんかこれっちの方が大切だからとか、うん、学校で自分が大切と、うん、まあ、ちょっと分かんないんですけど思ってるのが満たされないとか、うん、そういう現状があるかもしれない、うん、っていうところでの、ではその子供は子供の考え方を、うん、まずあの、うん、知って、うん、で、あの尊重する、そうですね、うんうん、なので自分の考え方を押し付けない、うん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 、ってやると、うん、あの頭ごなしにね、うん、ノーとか言われてもね、もう理解がないっていうだけで終わっちゃっても、うん、そうそうそう、うん、お互いにね、なんかその、うん、歩み寄りできないですよね、そうそうそう、いい感じの、そう、うん、あの日々を送ることができなくなるので、うん、そう、お互いに尊重するですね、うん、っていうのをやっていくと、この理解がないっていう要因の解決策になります、うん、はい、はい、で最後ですね、時間がない。これは
よこれもよく聞く。よく聞く、うん、これね、解決策もよく言われてると思うんですよね。時間は作るものです。そうじゃない。おめでとうございます。ありがとうございます。よく言われました。そう、本当に時間はあるもので、これもね、お金がないとちょっと似てるんですけれども、いや、無駄なところに時間を使ってるんですよね。そうなんですよね。そう、うん、ね、なんかだらだらテレビ見て、なんかだらだら漫画とか YouTube、 まあ最近だと YouTube とか見て時間がないとかっていうのでいや、なんかそのね、そのテレビとか見てるっていうのも、でもこれちょっとお金と一緒なんですけど、自分が価値が高いものからまず時間を費やしていくっていうのと、まあ、あとその価値が高いものから締めるですね、時間を締めていく、フィックスしていくっていうのをやっていくと時間は作られます。時間はあるっていうことですね。あれ26時間あるかもぐらいの濃密な日々を過ごせるようになるので、ぜひ、あの、時間がないのではなくって、時間はある、うん、かつ、はい、時間は作るもの、はい、はい、なるほど。じゃあ、お金はある、お金は作るもの、理解はある、うん、理解は作るもの、違いますよ、尊重し合うですから。はい、尊重し合うもの、はい、はい、で、時間はある、時間は作るものです。はい、この3つに気をつけると望む人生を作ることができます。はい、はいはい、では皆さん、この3つに気をつけて、ぜひ望む人生を想像してください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。